あ、いや、どうも。こんにちは。今回ね、またアンドロイドじゃないわ。前間違えた、デトロイトをね、続きからやっていこうかなと思います。前回は、とりあえずまあ、パート1でね、コナーミスったから、コナーのやり直しと、あとちょっとね、ストーリー進めたって感じかな。で、今回またこの河原編をね、やっていこうかなと思うわ。まあ、とりあえずじゃあ、なんか家事をしろとね、クソ、なんていうの、クソみたいな親父に、お願いされてるからやるわ。どこにまとめればいいんだよ。ゴミをまとめるっつっても。どこに？ああ、拾っていけってこと？拾おう。センキュー。くっそー。こいつ、ゴミも捨てれんのか、お前、おい。ゴミ箱そこにあったのにそこに捨てれんのか、お前は。捨ててくれや、頼むから。めっちゃピザ頼むな、お前。捨てるぞ。まあ、いい、文句言うなよ、後で。捨てるからな。おい。文句言うなよ。失礼するぞ。ゴミの分別大丈夫かな？なんか瓶、なんかすごい混じってるけど。分別しようぜ、カーラー。あ、片付いた。いいね。手に取る。で、あ、そういうの出すんだ。いいじゃん。L1？ ああ、請求書か。おい、払えよ。言ったじゃん、どうせ払ってんだろ、こいつ。と思って。くそー。こんなやつの元で働きたくねえわ。L1、R1。すごい。いろんなカメラが いろんなに、これ、そっち行くの？ L1。どんなとこで作業してんの？あ、橋かけるんだ。どっちよ。ゴミ捨て場って。あ、これか。いや、来てるから。おい。まあまあ、いいよいいよ。L1。バスか。まあまあ、とりあえず戻ってやるよ。まあ、帰りたいけど。俺嫌だわ。拒否権ないのかわいそうだわ、アンドロイド。まあ拒否も何も多分、そんなあれなんだろうけどね。人間の感情みたいなことないんだろうけどさ。あ、なんかなんだっけ。取って報告する。食器を集める。あ、任意の作業やるよ、俺。やるやるやる。やらせてください。すいません、やらせてください、僕には。なんかある、なんか。あ、なんか、そんなんかあるよ、扉。何これ。庭に出る。出ていいっすか、じゃあ。すいません、失礼します。なんかあるね。は、来ちゃって大丈夫かな。怒られんかな。 あ、洗濯物じゃん。やるやる。やるよ、洗濯物じゃあ。あ、こっちか。何この、洗濯かご、こんな倒れ方する？ 横に倒す、普通。取る。もう、乾いてんのこれ。生乾きかもしんないじゃん、これ。ちょっと。天気悪いし、今日。どうした？ガキ。女の子どうした？女の子。洗濯を洗い直す。洗濯を洗い直すって何？洗い直すって何よ。お、どうした？女の子。かがむ。お話しようぜ、おい。何が好き？よくここで遊ぶの？お話しようぜ、アリスちゃん。天候、曇りだね。外は寒いでしょ。ああ、そういうことね。ああ、風邪をひくわ。曇りだねえかと思ったわ。セーターを持ってきましょうか。持ってくるよ。まあ、その前にちょっと洗濯しないといけないけど。ごめんて。まあ、遊べばよかったかな、じゃあ。ごめんて。天候あんま興味なかった。これ洗濯物って外にあんの？え？動くこれ。え、これ洗濯物じゃないの？ん？あ、奥か。あ、じゃあ、いいよ。じゃあ、洗いに行くよ。なんかいっぱいあるんだけど。あ、奥が。あ、とりあえずじゃあ、失礼します。ちゃんと閉めてね。じゃあ、洗うか。おい。洗ってやるよ、じゃあ。洗剤あるの、ちゃんと。洗剤買ってる、ちゃんと。その請求書も払えないようなやつがさ、洗剤買ってんのか。何？あるね。なんか、母言ってるけど、俺は洗剤をするからだ。え？何これ？
お薬？レッドアイス？レッドアイスだけじゃ分からへん俺。ごめんけど。おい、俺のものあさるんじゃねえ。選択肢を知るだけだろお前。おい、ふざけんなよお前。すみませんでした。選択肢に来たんだ俺は。怒らせたくなきゃ二度と触るんじゃねえぞ。怒らせたくないだ。はい、トット。選択肢に来てんだよおい。ふざけんなよ。首つかんじゃねえよお前。汚ねえからよ。選択肢に来てんだよこっちは。選択をさせてください私には。知らねえよお前。逆にどうやってお前選択物の中に忍ばせたお前。あれか、警察に来た、警察がなんか万が一入ってきた時にあれか免れたいからかお前。回ってるちゃんと。スイッチ押した電源、まあ、洗剤入れただけじゃない、大丈夫。くそ、あんなふざけんなよマジで。とりあえずじゃあ、掃除機の電源を入れると食器を集めるか。食器どこ？食器、これは？なんか、もう本ぐらいしまえよ。そうさ、その日にしまわなくてもいいからさ、なんかこう3日に1回ぐらいちょっと改めてみたらなんか、あれだなって思えよ。あ、待ったよね、つけるって。あ、ルンバじゃん。こいつハイテクだよな。このルンバいいね。なんか来た。なんかものすごい勢いで女の子来たな、今。アリス、今すぐにそれをやめろ。いいじゃん、別に。まあ、やめろって言われても確かにわかるな。その気持ちわかるな。たくいろいろさせやがって。でもお金ないからもう発注してもダメじゃない。やばいな、先にやっちゃったからあれだな。報告しないやつになっちゃってるな、今。やべえ、順番間違えた。あ、まあ、食器ある。しゃあないな、もう。取り行くよ、じゃあ。くっそ、マジでこいつ。ふざけんな、マジで。くっそ、片付けてやるよ。荒いよな、いつのやつだ、これ。汚いな、お前。荒いとき大変なんだから。やめてくれないか、ちゃんと。せめてこう流しに置くとかさ、まあ努力は見せてるけど、水でちょっと洗うとかさ、ちょっとやってくれよ。頑固な汚れついちゃうんだから。よし、大変そうだなこれ。食器洗いタッチパッドを繰り返しスワイプし、うわっ、いけむずっ。タッチパッド使うの初めてなんだけど。タッチパッドこうやって使うの初めてなんだけど。だからその食器置くとこ汚いんじゃないの。食器置くとこ一回洗おうぜ。汚いって絶対食器置くとこが。何、気配まで感じるのか貴様カーラ。お前気配まで感じるのか、すごいな。あらあら、かわいい。いや、くそ、タッチパッド難しいんだけど。タッチパッド難しいんだけどこれ。あ、切りにくいんだったの。なんだ、ふざけんなマジで。お前持ってこい自分で。だいぶ片付いたな洗濯物。だいぶ食器片付いたな。くそ、なんでビールあんだよ。横にすんなよな、ビールちっちゃいな。てかこんなちっちゃいもんなのか。アイスホッケー面白いんかお前。おい、言うてみ、アイスホッケー面白いか。あー、置こう。おい、飲め。おい、そじわったぞ。おい、掃除終わったぞお前。おい、1階は終わりました。2階に行きます。笑顔忘れてないね。俺のことをほっといてくれ。ほっとるわお前、前からほっとるわ。お前なんか興味ねえわお前。取るぞお前。おい、前取るぞお前。これ見えねえだろ。んなところだ。すいませんでした、二度としません。ごめんなさい、すいませんでした。それは申し訳ないな。それお前だけのあれじゃないしな。一理あるわそれは。何これ、タクシービジネスクラス。これは一体なんかあったんだよな。なんか見れるとわかったよね。見れないわ。とりあえずじゃあ2階行くよ。じゃあ元気でやれよお前も。視点変わんない。あ、変わった。元気でやれよな。知らんからな。あ、違う。いろんなカメラせんでいいって。いろんなカメラせんでいいよ。なんかある。なんかある。なんかこれ読む。
オールスポーツ。オールスポーツ。あ、アンドロイドが今、あれ野球とかやってんの？へえ、すご。おもろいか。人がやってなんぼでしょう。アンドロイドってどうやったってさ、そんなんだってみんな10割じゃないの？あ、微妙にあれなのかな？かわいい人形ね。何？名前は？名前は？頑張って、言って、頑張って。言えないか。しゃあないな。キツネっぽいな、なんか。フォックスかな？フォックスアルゴリズムぐらいで名前しよっか。とりあえず。ちょっと出てこなかった。行こう。2回行こうか。ん？あ、今。あれか。さあ、2回行くか、じゃあ。おい、これ階段のゴミ拾おうぜ、ちょっと、おい。これ階段のやつ拾おうぜ。あ、カーラって書いてるね。カラって書いてる。カラって。こっち行けるくない？でも。こっち行こうぜ、ちょっと一旦。これ何これ？これ部屋？あ、これあれか。汚ねえな。汚ねえけど、でも意外と汚くないな。意外と、あ、請求書じゃん。あ、なんか落ちたよ。何これ？ん？見せて見せて、俺にも見せてよ。見せて俺にも。裏面しか見えないって。何この気持ち悪い人形。何これ。何この人形。何このに、L2。よし。換気って。換気はさ、別にやるやらないの問題じゃなくない？それ次。ではスポーツです。まずはバスえ、ケッこトれ。ボール。今夜デトロイトのサイバーライフアリーナでギアーズがデンバー。え、これ次とかできないんだけど。何これ。え、なんかついた。なんかやっちゃった。え、これ本読むとかのコマンドってさ、何ボタン。やってんだけど分かんないんだけど、反応しない。汚れた手に取ろう。あー、精神安定剤？いや、抗うつ剤か。行動障害の危険性あり。あ、銃もある。何これ。まだあるね。ああ、向こうあるぞ、これ。おい。ちょっと、つっかえてるから。ベッドどけろよ。ん？片付ける。片付けるじゃん。片付けたね。じゃあ、ちょ、待って、まだ、こっちまだ、まだこっち見てないから。オッケー。片付けよう。ポテトチップス開けたままにすんの、お前、湿気るだろ？湿気たポテトチップス食いたいんか、お前は。言うてみ。湿気たポテトチップスなんかもう、そんな、お前。誰だろうと食いたくないわ、お前。片付ける、片付けない以前に。食いたくないわ。だから要するにみんな片付けるだろう、普通。ポケットチップス開けたままはないだろう。くそ。意外とでもあれなんだよな。意外と片付ける場所ないんだよな。あいつ割と一人で片付けてるぞ、多分。で、これ、反応しないんだけど。何これ？何ボタン？いや、何ボタンでこれページめくれんの？それが、これで進むとかないよね。ん？なんか、今解除したね。アリスの部屋を片付ける。オッケー、じゃあ行こうか。邪魔じゃねえよ、お前が来たんだろ、おい。お前が来たんじゃねえかよ、おい。ふざけんなよ、マジで。お前から来てんじゃん、こっちに。トイレ掃除早っ。 早っ。浴室を掃除する。浴室もあんの？どっち浴室。あ、俺か。おい、浴室来たぞ。ボト多いなあ。あ、こんにちは。 あ、こんにちは。片付けると、いや、片付ける範囲狭。倒れたものを立てるだけって。 片付けるって言わねえよ。浴室を、ん？床をモップがけ。オッケーオッケー。使おう。モップコンパクトだな。すごいな。あ、これか。あ、これでめくるんだ。あ、そういうことか。反応する？あ、押さなくても反応するね。オッケーオッケー。あ、じゃあこれでページめくるんだ。オッケーオッケー。じゃあちょっと記事見ていい？ちょっと本見ていいかな？ちょっとじゃあ。あの近くのあのスポーツのやつ。終わった。よし。失礼します。
そう読ませてください、僕にも。僕にも、僕にだって、人権なのか、人権でいいのかな、アンドロイドの権利があるんだ、俺には。読もう。これで、次。お来たねー。命の値段。大気から二酸化炭素を除去する。量子磁石の登場か。宇宙旅行、次の連休は火星でエンジョイ。前。これ1ページ目。1ページ目。あ、アンドロイド QB。アンドロイド QB に実力。アメリカンフットボール界はアンドロイド選手に抵抗してきた。プロアメリカンフットボールは人間のみで行われる数少ない競技の一つだ。ああ、もうだいぶ移行したんだ。だがついに変わる時は来たのかもしれない。サイバーライフは先日技術デモとしてエンドゾーンからエンドゾーンまでボールを投げて6インチのターゲットに命中させるクォーターバック用。何？あ、いや、俺やってるよ。アンドロイド QB1000 型を公開した。このモデルはブートレックやハンドオフのような基本的なプレイはもちろん状況に合わせて1500以上のプレイを。1500以上？すごっ。長いなぁ。あ、でもこれで終わりか。先日ドルで開催されたアンドロイド製造業者が最先端プロトタイプを展示するサイバーライブ展示会で QB1000 を公開する。これが QB1000？ このおっさんが。サイバーライブの最新技術に歓喜するファンがいる中、反アンドロイドファン団体の創設者、ロイ・ケンストーンの見方は異なる。サイバーライフはこのデモンストレーションが何につながるのかよくわかってるはずだ。他の業界同様にスポーツまで歪めようとしてるんだ。まあ一理あるな。一方で、アンドロイド導入は時間の問題だという意見もある。バスケットボールと野球ではすでにアンドロイドが活躍しており、LED がある QB の登場も相当遠くはなさそうだ。へぇ、すごいなぁ。うん。まあ、とりあえず、ちょ、戻そうぜ。ちょ、戻さないと怒られるって、おい。ちょ、戻そう、戻そう。ちょっとごめんって。ちょ、戻そう、戻そう。怒られる、怒られるから。ちょ、戻さないと。次、次。あれ？ああ、これこれこれ。オッケー。本にどうしようかな。でも、いちいち読んでたらめっちゃ時間かかるけど。これからまあちょっと読むわ、じゃあ。これからじゃあ、ちょっと気が向いたら読むわ。おめっちゃブルドーザー死刑やん。開ける。こんにちは。これいい、ビビランでもいいから。アリス、ビビランでもええよ。2分で終わるから、うん、いい？アリス。2分は無理だ。2分は無理だって。やめて、2分は無理って。2分って片付けてないじゃん、もはや。入ってきただけじゃん、2分で。これ、布団洗濯してる、ちゃんと。ダニとか気をつけてね、みんな。L2。換気。上。この丸マークがアナログスティックで四角だったらあれなんだ。何？役に立ちそうな会話、アクションアンロック。マジ？アリスの仕掛け、アリス！アリスの情報。あなたのことを教えてくれれば。その言い方やめろよ。その詰め方良くないだろう。マジ自己紹介しよう。名前をつけてくれたの？うん。カーラ、いい名前。何からつけたの？詰めんな、こういう子にあんま詰めんなって。ムクちゃあれだな、好みは。好きなものは？好きな遊びとか場所とか食べ物とか。いいね、表情ちょっと。私に教えてくれない？何でもいいよ。ハンバーグとかでもいいよ。ムクちなの突っ込むと母親はちょっとあれだな、聞けないな。一人になりたいのね。もういいな。ごめんな。ごめんね、なんかちょっと話しかけちゃって。後でいいから。君が話したくなったら話しなさい、私に。何くれたの？何くれたの？何？動物ビスケット？あ、鍵だね。鍵らしい鍵もらったわ。鍵らしい鍵もらったわ。鍵の場所しかないかな。鍵らしい鍵もらったわ。ちょっと、じゃあ失礼します。 AW トレジャーズ、ガチャリンコと。この鍵の動作は合ってんな、アナログスティックと。ん？これは？思ったより入ってないな。ごめん、マジレスごめん。思ったより入ってないわ。あ、クローバーじゃん。いいじゃん。やっぱ取りたくなるよね、四つ葉のクローバーね。見つけるのがレアだからね。めっちゃ実写じゃん。めっちゃ実写じゃん。さすがにいいゲームと言えとちょっと追いついてないからちょっとあれだわ。なんか血ついてるな。あ、おとんとアリスかな、これ。
あ、で、カーラ来ました。お父さんやめてよ。カーラをいじめないで。カーラ壊れちゃったの。っていう過去をね。よくよくお前書き記してくれたな。ありがとう。まあ、よく書き記してくれたわ。俺に教えてくれてありがとう。あいつぶっ飛ばそうぜ。多分法に違反しちゃうんだろうけど。トットから新しい指示を受ける。受けたくねえわ、あんなやつの指示なんか。お前が上がってこいよ、おい。お前、電話しろ、お前。家の中にいるけど電話しろ、お前。あ、違う、こっちか。おい、早く言え。何？何してる？あ、遊んでるの。ああ、声初めて聞いた。こう思ってんだろ。なだ。なまったな。ん？仕事もねえ。ああ、仕事もねえ。会場もねえ。俺だってこれでも努力はしてんだよ。努力してんのか、お前。でもどんなに努力してもいつだって誰かが邪魔すんねえ。お前、椅子投げんなよ、お前。お前も俺のことも壊れるかもしんないだろ。んだ？おお、やめろ。さあいい、にくいんだろ。手を出すな。俺は何してんだ。お？カーラ？ごめんよ、アリス。許してくれ。酒臭そう。酒臭そう、嫌だ。お前は愛してる。分かってるだろ。こういう情緒不安定が一番怖いよな、子供からしたら。どっちを信じればいいんだろうって、どっちのお父さんが本当なんだろうってなっちゃうよな。新たな 96% コンプリート。そんなことある？ 4% はね、 4% おい、ちょっと 4% どこ 4%、 え、 4% なくね。あ、アンドロイドを読む、こアンドロイドを読むの分岐があるな。あ、読める場所あったのかな。じゃあくっそー、まあ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 、しゃあないよ。これもまたね、楽しみの一興だから。あ、進んじゃったな、話。え、どうしよう、どこで切ろうかな。いや、これで切るか。いや、でも、多分これ多分さ、こいつのストーリーだけ多分、これから多分、また10分、15分ぐらいあるじゃん、多分。そうだな、どうしよう。ただいま。いい家住んでんな、だいぶ。この見た目からして自動かよ。この見た目で自動ドアかよ。品物置く。置こうじゃ。こうすげえ、綺麗に置いたな。なんか向こうにあったんだけど。こっち。何これ。カールの世話をする。カールってあれ？それにつけてもおやつはカール？ああ、いい顔してんね。何これ。どうした？開けていいの？鳥名前知らんからつけるお前もアンドロイドなのか。おい、ね、目でつけんの電源嫌だな。元気でやれよお前らも。ごめんちょっと君名前なんて言うの。お、ごめん、名前、ちょ、名前な、開いた、何開いたよ、開いたって。あ、2階で起こすけど、1階に、あー、なんかあるよ。なんか。近すぎん？近すぎんか、視点が。こっちは？ん？こっちはなんもないの。なんもないか。なんか、6階じゃ、これ1階でやることやったら、じゃあ、あれするわ。あ、自動ドアなんだ。近づいたら開くんだ。そういうことか。へえ、すごいね。すごいね。ああるね、あそこ。手に取る。なんかあるよ、手に取るって。手に取る。待って、すまないね。やばいって。食事はまずいって。進みすぎやって。おい。やめて。ちょ、待って。ごめんって。取らない。俺、取りたくない。俺は、取りたくない。待ってって。食卓に取りを持っていく。ああ、そういうこと。オッケー、じゃあ大丈夫だ。
そのなんだっけ、カールに持っていくわけじゃないんだ。自動ドアいいな。ここか、食卓って。ああ、ここか。オッケーオッケー、ここ。何これ、フルーツ。いい家住んでんな。てかセンスもあるし、これ光ってないとこにもなんかね L1 とかあるからさ、そっから派生したりすんのかな。とりあえず1階でやることをちょっと。おお、でかっ。何これ、キリンや。はキリンがいる。回す、何回すって、回すって何は。お、キリン見ようぜ。わあ、キリンさんだ、すげえ。動物園に来た子供かな、すごいな。俺こんなに感じて豊かったんだ。何これ、試す、これは何ボタン、何ボタンやこれ。ん、ん、これ何の曲か分からんけど、なんか有名なあれなのかな、一節なのかな。俺サークラサークラしか知らんぞお前。なんか初歩的なやつで言えば、それかカエルの歌を聴くかどっちかだよな。ん、ああ、今あった。センチュリー、北極ロシアが欲しがる理由とは。ん、北極をロシアが欲しがるってこと。次は衛星タイタンに生命体、地球外生命の可能性増す。ウォーレン大統領がイギリス公式をも。ほんほん、まあ、今だから火星で生命が見つかったので一緒だよな。シリウムの合成使用される貴重な鉱石が北極の氷床から発見されて以来、ロシアは露骨に北極への関心を高めている。アメリカでもロシアでもアンドロイド産業が国内経済に占める重要性が日増しに大きくなっている。だがこれは単に GDP だけの問題ではない。シリウムの余剰備蓄があればより高度なアンドロイドモデルの研究を行うことができ、結果として軍事産業でも民間産業でも生産性が飛躍的に向上する可能性が高まる。これに加えてごめんね、音読するわ。地域の戦略的重要性が緊張に拍車をかける。北極圏ではノルウェーとデンマーク、かっこグリーンランドでロシアと欧州が隣接しており、さらにはカナダも加わるため、状況の平和的解決は望み薄でいいのかな、望み薄でいいのかな、だろう。だが NATO 国際安定委員会 NCIS の委員長であるニーナ・シモンズは楽観的だ。両国は安定した生産的な北極圏を必要としている。紛争で得をする者はいない。ウォーレン大統領は最近この意見に反論した。いやいや、単純です。ロシアは北極圏に何の権利もありません。クレムリンがこれを理解できないなら理解させるまでです。なるほどねなるほどね、なるほどねとしか。てか行ける部屋多いな。でも行ける部屋が多すぎて、ここも開くもんだって。うわー多いな、どうしよう。いやでも一回終わらせたいな。ごめん、時間かかっちゃうかもな。これ一回見てみようか。じゃあ片付ける。あー、画家さんかやっぱ。いや蛇口綺麗だな、多い蛇口を片付ける。それでいいのそれ机からどけただけじゃない、片付けるじゃなくない。あー、俺が買ったやつじゃなくて前あったやつか。あ、なんか片付けるの基準が分かんないな。これで片付けると呼んでいいのだろうか。あの汚れるもんだからね。でもおそらくそう、美術家のなんていうの、作業場っていうのは片付ける。どこにしまうの。あ、床に落ちてるものを机の上に置くと。これが片付けるなんだよな、やっぱり。片付けるが。てか、ガラスでけえ、やべえ、これ。こんな家に、こんな家に住みたいって言ったら、この、あれいるけどさ、この、なんていうの。こんな美術の部屋は俺は設けないけど、そこまで、興味がないから。このいいね、この一面ガラス張りっていうのは、なんか、いいよね。外は塀で囲まれてるしさ。次なんかどっかないかな、部屋。ここはないか。あとでも行ってない部屋あんのかな。 L1 何これ。 L1 っていうのは基本的になんかこう新たな知見を得るためのなんか、あ、
帰ってきたじゃん。あ、じゃあどうしようかな。じゃあここで一回終わろうかな。じゃあ次回じゃあ2階でカールを起こすからスタートしようか。まあ、とりあえずじゃあここら辺で一旦終わろうかなと思うわ。じゃあ、あざした。